龍の口山、職業の居城があった、諸職居は、戦国時代の武将、備前国龍の口上主、備前中部旭川和東岸の領主、軍機仏などで、浮っきか家による暗殺とされてきたが、実際は、毛利方に暗殺された。諸子は、備前上東軍の厳しの光栄である上東市の所流、埼玉氏の一族であり、は、埼玉座との分尊と考えられ、 古くからこの地を基盤とする種族であった。富士勢を称する。現在も同地には地名が残っているが、が当時勢と同じ意味で用いられていて、一般的な古代官庁名である最初しと書かれることも多い。また、巨城流の口上が立つ流の口山のふもとから南に、広がる平野がかつて備前国府が存在した場所であり、道山には、 上東市の宇治寺である正殿ハイジアトなど関連古代史跡が多数存在する。後世の軍記物などで事実とかけ離れた客職をされたが境目の有力領主として活動した士族であり、職業も浦上市、松田市、天子市などの勢力と様々に関わった挙句、最後は西から進出した毛利勢に暗殺された。職業は 松田主配下の有猛な武将として知られ、当時、戸石城や沼城を落城させ、浦上家中で勢力を伸ばしつつあった、宇喜多直家の備前西部進出を食い止めていた。永六四年、直家は、進化のウ喜多忠タを総大将として龍の口城へ兵を差し向けた。この方を聞いた、職業は、武田川原に婦人、大激戦の末合戦は、引き分けとなり、 職業は居城へ退却した。竜の口城は、城の北側と西側が、絶壁、山麓を旭川が流れ、南側は深い谷、東側にわずかに山が続くといった強固な山城だった。力ずくで落とすのは無謀と判断した、おさふねさだは、に計略を提案した。職業は、男色好みとして知られており、特に美少年には、 目がないという話が知られていた。なお家は、故障の丘聖三郎を資格として送り込むことにした。ある時、川で綱を引かせるのを職業が見物していた。これを好奇と見た聖三郎は、川辺で笛を吹き職業の注意を集めようとした。すぐに、職業の目に留まり、聖三郎は、竜の口上へ連れて帰られ侵入に成功した。職業は聖三郎を気に入って、川に置こうとしたが、 それを危険と見た家臣らはやめるよう歓迎した。しかし、職業は完全に聖三郎に倒水し、聖三郎数と相手に酒盛りをしたり、そのまま寝込んでしまうこともあった。ある夏、職業は朝日川に設けた秘書書で聖三郎を相手に酒盛りをしており、いつものように職業は寝込んでしまった。周りに家臣がいないことを確認し、聖三郎は 職業の脇差しを抜き取り胸に突き刺して殺害して、首を取って逃げた。家臣はすぐに気づき、捕らえようと後を追ったが振り切られてしまった。聖三郎は無事帰還し、直家に職業の首を差し出した。その後、これを機に直家は、竜の口上を攻め立てて陥落させ、備前国政部進出への糸口を掴んだ。なお、暗殺については、天正の頃とか、 減少2年か3年と記す資料もある。以上のような職業の断食性兵器を利用した、直家による暗殺説話は、備前軍機など構成になって、資料としての信頼性が劣る軍機物に記されたものである。これと似た話として、直家に仕えたという岡予想材門の孫、大野兵衛が、官営21年に提出した、奉公書で、直家が竜の口上手であった、書。 シナノマモルを謀殺するよう、与え三左門に命じたので、城山に火をかけて、木内の兵が驚いて混乱しているところに入り込んで、シナノマモルを生け取って、首を取り、さらに家来を人質にして退却したという主張があるが、真偽は不明である。当時、同じ毛利方に属し、行部豪郷山城主であった中島本公が1615年に、 自身の体験した合戦や功績を表した中国兵乱機によると、1561年5月、小野軍、平瀬村の船山歳に、根や支配下に組み込まれていた、鈴木豊前守らを、万代将として止めると、浦上宗影はそれに対抗して、沼城へ進出し、当時浦上方であった、諸市企業は、毛利法への内容を、中島家が守るへ密通してきた。 人質を条件にしたところ、弟の坊妻摩国院に聖死を持たせて差し出して、来たので、石川久都と相談し、佐欠上主、高橋馬野城に預け、備中勢は、龍の口城に入って、職業に山城の脱出用のけ道を案内させた。そこに、摩国院が脱走したという連絡があったので、西の出先丸まで来たとき、梶谷八兵衛に合図して、 職業と引き込ませた毛突き落とし暗殺した。上中の諸子の配下には、職業が岩を踏み外して、滑落死したと称し、こうなった以上は、やむを得ない。おのおのは方は、芸衆法へ、別心なく忠義を尽くすと生死を差し出してほしい。意味はあるまいと言いくるめて配下に組み入れた。実はその時、職業と切られた金字はまだ息があったが、 す木き前らに死骸を確認させてみるとまだ生きていたので差し殺して止めを刺した。このようなちょっとした計略で龍の口上手を打ち取ったことは金国に知れ渡った。ありがとうございます。